将来、公務員になりたいと思ってます。地方公務員イコール安定というのは正しいと思いますか地方公務員も安心できないってよく言うんですけども、民間企業の方が、それは危ないですよ。ソフトバンクなんて、これからどうなるか本当にわかんないです。か。来年あたり倒産してもおかしくない。<laughs> 1年以内にすげえ危ねえんじゃないかなというふうに思っちゃうぐらいですからですね。女性10代エイさん。 こんにちは。将来公務員になりたいと思ってます。理由は安定すると聞いたからです。しかし友達や親にそのことを話すと、世の中何があるかわからないから安定なんかないよと言われ、地方公務員になるという目標が薄れかけました。岡田先生は地方公務員イコール安定というのは正しいと思いますか地方公務員以外の選択肢を取るときのことを考えました。以前 今後は2、3回転職するのが当たり前になってくると聞きましたが、それが事実ならやはり学歴は重要だと思います。私は総慶や旧帝国大学に行ける学力がないのです。こんな文系の私が社会を生き延びて安定した生活を送れるようになるには、大学生になって何をしておくべきですかあー、まあ、あの、実はこの相談ね、前回のプレミアムで自殺問題を考えるときに、 使わせてもらったんですよ。あの、なぜみんながその、安楽死する権利が欲しいのか、あと、若者は安楽死する権利を欲しがるのかっていうときに、この人が書いてるですね、特別な能力がない私が生き延びて安定した生活を送るためには、 ここんなことをしななとしきゃいけないけ、ね、だからそのちょっと前回のですねプレミアムの自殺の話のところで相談文使っちゃってですね永遠さんはですね何か自分の相談が読まれたのにいきなりですねステッカーが来て驚いたと思うんですけど今回もう一回ちゃんと読んでこっちの方で話答え考えてみたんですけどねあの地方公務員確かに他の職業に比べて安定してますよ。だから、さんが多分、 生きている間は、まあ安定した、最も安定した職業というふうに言っても、あんまり問題ないと思うんですね。今後は分からないとか、もう地方公務員も安心できないってよく言うんですけども、まあ民間企業の方が、 そりゃ危ないですよ。そんなもう、ソフトバンクなんてこれからどうなるか本当に分かんないですか。ホリエモンの言ってるです、ね、YouTube のことを聞いたらですね、来年あたり倒産してもおかしくないって。なんか楽天もですね、ソフトバンクも、あれこれなんか1年以内にすげえ危ねえんじゃねえかなというふうに、なんかちょっと僕もあのホリエモンの YouTube とか見たら思っちゃうぐらいですからですね。そこよりはマシだと思うんですよね。 ただですねだから、まあ、あのできるだけ偏差値の高い大学に入ってボランティアなんかのです、ね、公務員の就活に有利な条件を頑張って倍率の低いできるだけ倍率の低い地方公務員を目指せばいいんじゃないかな地方公務員って言ってもいろいろあると思うんでですねできるだけ倍率の低いやつを目指,した目指すかですね もしくは地方公務員の,その異性男性と結婚するとかですね学歴をこっから伸ばすってなどうだろうないや僕やっぱそ,そこまでしての安定って狙っても狙えないもんだから安定しないんだったら好きな生き方した方が得だと思うんですけどね。みんなあの 理想の相手と結婚なんかできないに決まってるし結婚してもそのみんなが羨むような彼氏彼女っていうのは他の人も狙ってるからいつ裏切られるかわかんないしいつ他の相手に乗り換えられるかもわかんないっていうふうに考えてる人多いと思うんですけど。 だから安定のために絶対に自分を見捨てないような安泰の人と結婚しよう恋愛しようという結論に至らないわけですねつまりリアルに自分の将来が予想できる恋愛とか結婚の話で考えると絶対に安定できるような相手と恋愛しよう結婚しようというふうに思わないようなリアリティを就職にも持ってほしいんですよね。 あのだからせめて自分が好きになれる相手と恋愛しよう好きになれないんだったら恋愛なんかしなくてもいいやっていうのと同じようにですねなんかあの自分が別にやりたいことをやるのでよくてですねでやりたいことがないのであれば親のすねなんか俺は限界まで本当にかじっていいと思ってるんでですねまあまあそれでも働けるところがあったらどこでも働いてくださいですよ。だから 安定した立派な就職ではなくて、そんなことをどうせやろうとしてもなかなかできないんだから、えー、どっか手伝ってくれとかですね、一緒にやろうやと言ってる人にですね、ほいほいついて行って仕事を気軽に始めた方が、僕はあの、いいとは思います。関ジャニのですね、村上くんにですね、YouTuber が消滅する未来っていうのの本の、えー、本話をしてきました。 基本はこの去年の年末に出たユーチューバーが証明する未来についていろいろ聞かれたから答えてきたんですけども、まああの、こういう本を出すとですね、誰もが大体そのこれからどうなるんですかとかですね、みんな自分なりの最善手というんですかね、何をすれば一番効率いいのかとかそういうのを聞こうとすると、例えばどの業種が危ないんですかとか、これからどの業種が伸びるんですかっていう話聞いてくるんですけども、あんまりね、これ考えても無意味なんですよね。あの、1955年に 企業の平均寿命は75年と言われたのが2000年代に入って15年ぐらいっていうふうに言われると。いわゆるもう5分の1ぐらいに企業の寿命が縮んじゃったと。で、現在はもう10年ぐらいっていう人もいるんですけども、だからどっか就職することは安全でも何でもないんですよ。どこ、どっかに就職したら OK という。で、昔の大企業はダメで、今流行りの IT 企業も10年持つかどうかわかんないわけなんで、こういう状況の中でどこが大丈夫かっていう話はまあ役に立たないと。 これを僕はいつも説明するのにですね、あのタイタニック号の例えを出すんですけども、みんな大型船タイタニック号に乗ってると、まあ、現代の産業というタイタニック号に乗ってると。で、これがもう状況が危なくなって沈みつつある時にですね、その中で一番大型のボートを探そうとするんですね。その中の脱出ボートの中で一番大きくて安全そうなものに乗ろうとすると。 これが普通の人の考え方なんだけども、あの、それはどうだろうと。タイタニック号がその沈む原因が、その、今、僕がこの本の中で話してるのは、今の会社、普通の会社とか、どんどん普通の産業っていうのは沈んでいくのは、タイタニック号が氷山に当たったからではなくて、海が硫酸に変わっちゃったからだ。 あの、この広い海が塩水じゃなくて濃硫酸に変わっちゃったから船の底が溶けてどん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 沈んでいく。だから他の船に乗っても安全ということがない。大型の脱出ボートに乗ろうとその船がお同じように鉄でできてる限りはやっぱり沈んじゃうからそうじゃないだろうと。そうじゃなくて形は小さくてもポリエチレンのですね、あの、バケツとかを組み合わせてゴムボートを作ってるやと手伝った方がいいよと。つまり、 大きな会社っていうのは鉄でどうしてもできてる丈夫な船に作っちゃうから硫酸の海で溶けやすいと。そうじゃなくて、硫酸では溶けないポリエチレンのイカダみたいなものの方がまだ生存確率が高いと。で、さらにその向こうの海が、濃硫酸の海の向こうにですね、次はサラダ油が180度になってる。変な例えですけれども、天ぷら油みたいな海が見えてたらですね、もうそこはポリバケツのイカダでもダメですね。ポリバケツ溶けちゃいますから。 その場合は案外、段ボールとか紙をこう重ねて貼っていった方が、180度のサラダ油オイルの天ぷら油の海ではですね、生き残れる確率が上がると。こういうふうにですね、なんでこの船が沈むのか、それはどういう状況なのか、次はどういうふうになってくるのかが見えてるか見えてないかで、全然違うと。船が沈みかけてるということをですね、 その原因と海の状態をこの先まで見通す能力。この見通す能力があるかないか。この格差のことを、この本の中では未来格差って呼んでるんですけども、前回、あの、ちょっと話したようにですね、ホリアモンとか、あの、キングムーンの西野君はこの未来格差っていうのをすごい意識してるんですね。で、 なんでかっていうと、これは明らかでですね。これはあの前回話さなかったことなんですけども、それぞれ、キングングの西野くんもですね、堀モンも望んでなかった不遇、不幸があったからですよね。だから未来に対する感性を得た。堀モンなんて逮捕されて、刑務所に1年半掘り込まれたんですよ。で、それまでの生きていくための基盤っていうのかな、ビジネスの、 ネットワークっていうのをほとんど全て失ったわけですね。で、キングオブの西野くんは跳ねるの扉が打ち切りにあってですね、で、芸人としてもう終わった認定されたんですね。あの、終わった認定された時点のキングオブを見たことがあるんですけども、西野くんがやたら早口で漫才するだけで、逃げるように舞台の袖変えていくような漫才で、これはこいつらダメだわっていうふうに失礼ながらその時に思ったんですね。あの、ちょっとルミで見た時に。だ で、僕にしてもですね、僕にしても、西暦2000年から2003年ぐらいまでの4年間ですね、全く本が売れなかったんですよ。 この西暦2000年から2003年は多分僕の人生の中で最悪の時期でですね、生涯であんなに苦しかったことなんです。なんでかっていうと、どうしていいのか全く思いつかなかったからですね。だって何をしても売れないんですもん。どんな本を書いても売れない。本を書くしか脳、NO、がないのに何書いても全く売れないんですよ。これね、本当にしんどかったんですよね。で、その時にですね、 まあそれぞれみんな得るわけですよ。そのすごい苦しい時にみんな得るんですけど、僕が得たのは、売れるっていうのは受動体だっていうことにまあ気がついたんですね。つまり、なんか面白いことを書くっていうのは動詞、能動体なんですよ。だから自分の意思でできるんですけども、面白がられるとか売れるとか受けるっていうのは、人任せでコントロールできない受動体なんですよ。だから、例えば小説家になりたいっていう人もいるんですけど、小説家になるっていうのも受動体なんですね。 それを動詞に変換する。小説を書く。書いた小説を持ち込む、投稿するっていう動詞にするとですね、ようやっと人任せではない、コントロールされないことになると。つまり、小説家になりたいと思ったら誰かに見出してもらうっていうふうに発想になるんですけど、小説を書きたい、書いたどっかに持ち込みたい、どっかに投稿したいになると、全部自分がやるアクションのみになってくるから。そうなると最終的に賞を受賞するかどうかだけ。 その部分だけが人のコントロールになるんですよ。人のコントロール、他人のコントロールっていうのはゼロにできないんだけども、自分のコントロールでできることをできるだけ増やすことが何かになるということに一番近いんですね。で、だから、あのー、漫画家でも小説家でも何でも同じなんですけど、何かになりたいと思っている人はそれをできるだけこう動詞に転換するようにしてください。ちょっとここら辺。 あの、熱くて面倒な話してますけども、これはですね、今も同じだと思います。誰でも同じなんですけども、全くね、この、コントロールできない状況。例えば、西野君だったら、テレビに呼んでもらうとかですね。面白おかしくいじってもらうみたいな、これコントロールできないから、こういうのできるだけコントロールするために、いろんなことを始めるわけですね。 でその結果、ホリエモンっていうのはオンラインサロンを始めたし、西野君は最初、一人トークっていうですね、一人舞台を始めてで、そのチケット自身も自分で売るっていう、全部自分のコントロール下に置こうとするんですね。規模は小さくなるんですよ。それまでライブドアだと言っててですね、あの野球のチームをですね、買収すると言ったホリエモンは、あっという間にビジネススケールがすごい小さくなってしまったし、西野君にしてもですね、ハネルの扉でテレビでもう大人気で、 本当になんか視聴率何十パーセントも取ってたような人間がいきなり自分の一人舞台のチケットを手売りで売ってるから人から見たらですねすごい小さく見えるんですよところがそうじゃなくてそれは全て自分がコントロールできるパーツでできてるんですねこれがなんかこう生き残るコツなんですよで僕自身も何をやったのかというとその2000年から2003年までの反省をベースにですねできるだけ 他人が関与するような仕事っていうのを削っていって、自分がですね、100%できる。まあ、具体的に言えば今やってるニコ生とか YouTube の仕事にですね、ものすごい集中させていったわけですね。で、そういうふうにやっていくと、あの、やっぱニコ生とか YouTube 何がいいのかって、編集会議がないんですよ。あの、やっぱり出版社、出版社の偉い人が OK 出して、例えば今日僕がメリーポピンズの話をしますって言ったら、 これテレビの番組だったらですね、メリーポピーズの話をするというのは、の企画会議で通さなきゃいけないわけですね。で、いろんなところに OK もらって、外注さんに映像の発注とかして、フリップの発注とかしてするんですけども、そんなことやってたらですね、面白いことできないわけですね。思いついた楽しいことをやりたいのに、なんで他人の許可、それも、ろくに企画のことも分かってない奴らの許可が必要なのかと。テレビのように時間とか枠にとらわれちゃうんだけども、 何を話すのかを自由。ここの部分だけを僕はコントロールしようとしました。つまり、どんなネタで何を喋るのか、この部分だけでも、すべて自分のコントロール下に置こうとしたんですね。で、まあ本というのはさっきも話した通り、何よりも本を書く前に、その本の内容に関して企画会議で OK をもらわなきゃいけないんですよ。企画会議で OK をもらわないと、本を書いても無駄になってしまう。使ってもらえないんですね。で、ここがコントロールできなかったんですけども、 今のようにですね、ニコ生とか YouTube 用に何を語るのかという部分だけに僕が集中させてもらえたらですね、僕の場合は単純に考えて単行本を書いている時よりもですね、今、えー、皆さんに僕の考えとかですね、感じてることを伝える、この効率においては多分10倍から100倍ぐらい。 なってるんですね。あの、まあ、観客数で言うとも、言ってもそれぐらいになってます。今、ニコ生とか YouTube を見てくれてる人っていうのは、かつて僕の本を読んでくれた人の、だいたい10倍から100倍ぐらいの人数いるんですけども、そういう皆さんにこう、リーチするっていうんですけど、手が届くようになって、こちらが考えていることは伝えれるようになったっていうのは、売れるではなくて、好きなことを話すっていう、この動詞形にですね、切り替えたからなんですね。じゃあ、 こういうですね、僕が話してるようなですね、えー、ニコ生とか YouTube はですね、これから先ずっと安泰なのかというと、とんでもないんですよ。こっからが村上くんに話したことなんですけどもですね。村上くんに話したのはですね、以上のようなことが、ついこの間までの常識でしたと。で、これを前提にしてですね、こっから先、大型恐竜が滅びる時代に入りますと。いわゆるネットワークの会社、それは YouTube にしても何にしてもそうなんですけど、そういうふうな大型の会社が、 体が巨大になったゆえに大型恐竜のように滅びていく世界で生き残る算段した方がいいですよって話をしたんですね。例えば、ディズニーにしてもネットフリックスにしても、ここから先、どんどん予算をかけて映画をシリーズものとして作るでしょう。マーベルのヒーローものがなんでマーベルシナマティックユニバースというふうに世界を共有しているのかというと、一本あたりの予算が大きすぎるからなんです。一本あたりの予算が大きすぎるから失敗が許されない。 でも失敗しないとは限らない。そのためにですね、他の世界観の中に組み込んでシリーズ全体の人気で支えていこうという方式ですね。いわゆるアイドルグループとかやるときに最初はメンバー間の人気の格差っていうのがあるんだけど、続けていればそのグループ全体の人気が上がっていくと。同じように各マーベルヒーローも一つ一つ見れば人気があるヒーローないヒーローがあるんだけど、続けていくと徐々に徐々にそれはグループとしての人気が上がっていくという考え、 方なんですね、だから、今のディズニーにしてもですね、マーベルにしても映画をやるときは必ず続編があって、それがシリーズ化されて、他のものと組み合わせるようなものだと企画ができないとで。でもそんな映画作るには予算もかかるし、絶対に面白いものっていうのはお金もかかる、準備も大変だから、もう本当に外せない作品ばっかりになってるんですね。大型恐竜がどんどん戦闘力を強くして体を巨大化してるのと、すごい似てるわけです。で こういう大型恐竜をですね、ジャイアンみたいに考えて、 いや、その大型恐竜の近くにいれば生き残れるだろうっていうスネオ的な考え。これを僕は愚かなスネオと呼んでるんですけど。世の中には愚かなスネオと賢いスネオがある。愚かなスネオっていうのは、いや、今、ネットフリックスさんが金出してくれるから、ネットフリックスさんでアニメ作りましょう今、アマゾンさんがお金出してくれるから、アマゾンさんで、え、アニメ作り、映画作りましょうこれは愚かなスネオ戦略なんですよ。なんでかというと、それら全ての大型エンターテインメント産業というのは、 考える間もなく、ハリウッドの歴史が示す通りですね、先がないからなんですね。予算が大きくなってくるにつれてですね、どん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 、一本外れれば会社が倒産っていうの、リスクが上がっていくわけですね。現に、MGM スタジオはですね、クレオパトラだっけなあの、エリザベステイラー主演のクレオパトラの映画が一回こけただけでですね、あっという間にですね、MGM スタジオの芝生に、 く、水のお金もなくなってですね MGO スタジオの前は焼け野原みたいな外見になってですね <laughs> あの倒産までしちゃったんですけどもですねこのね方式ってやっぱりね無理があるんですどん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 予算かけて巨大にしていこうと考えると無理がある,あるんですけどもあのどっちにしてもですねその大型恐竜滅びる大きな恐竜は大量の餌が必要だからおまけにその大きな恐竜が倒れる前にやっぱね自分が食われるんですね。 あの、愚かなスネ夫戦略では、つまりアマゾンとかネットフリックスにすり寄って、あ、なんとか場をもらえた作品作れたっていうふうにやっても、それらの会社が傾き出すと勝手に安売りを始められてしまうんですよ。いわゆるゾゾ離れっていうやつですね。ゾゾタウンが大きくなっていくときはいいんだけども、ゾゾタウンがいざ大きくなってある臨界値に達して、 で、会社が危なくなったらどうなるのかっていうと、自分たちがも、あの、借りているブランドですから。いろんなブランドのものを勝手に安売りしようとして、そしてブランドが離れていくと。つまり、大きい恐竜っていうのは倒れるときに共食いを始めるんですね。こういうふうなことがあるからですね、あまりそういうふうな、あの、賢いしね、要はですね、そういうところに近寄らない方がいいと。それよりもですね、 なんか、大手のテレビ局とか芸能事務所に残ると、実は生き残れそうで生き残れない。最後に食い物にされると。それよりは、小型の哺乳類の方が有利である。まあ、つまり、えー、賢いスネ、ね、戦略ですね。じゃあ、例えば映画で言えば、まあ、そこで村上さんが映画の話したんで、映画で言えば、テレビ局が企画して、大ヒットの漫画を映画化すると。村上さん、じゃあ関ジャニの皆さん、ジャニの皆さん、これの主演やりませんか予算20億です。 これが大型恐竜の発想法なんですよ。で、こんなのをですね、やっててもですね、そこで一発外れたら、もう主演のチャンスが4年か5年は来ないんですよ。こんなリスクのある賭けに出るべきではないと。それよりは、村上くんがやることはですね、村上くんは自分の iPhone でシナリオを書いて、自分の iPhone で撮影してですね、で、えー、そういうですね、自分で脚本監督するちっちゃいドラマ作った方がいいですよ、と言ったんですよ。 そしたら、村上君が、あ、俺一人芝居やってるし。 やりたいこと、そんなんやりたいこといくらでもあるわ。だからスタッフはもう金払って雇うもんじゃないですよ。そうじゃなくて、村上さんの周りに、あ、ちょっと手伝います。だったらタダでいいですよっていう人をタダで使って、それがヒットした時にペイバックすればいいじゃないですか。そんなもんやるやついくらでもおるわっていう村上さんが、あーってやって、なんか、こっから先はもう話すのはやめようっていう顔したのが、めちゃくちゃ面白かったし、このラジオで話してはやばいっていう感じだったんですけども。そうなんですよ。スタッフ自身も、 もうその iPhone の LINE とかで集められる顔馴染みだけで OK なんですね。で、総予算、その時、その後、ちょっと、ちょっと回ってない時に具体的に言ったんですけど、もう10万円以内にしてですね、週に1本撮ると。で、週に1本撮ってですね、次の1週間は編集に当てる。そうすると1年間50週間あるから25週、つまり25本できるだろうと。で、 この25本の映画を全部自分でやるのは面倒なので、自分はその25本のうちの10本だけやってくれと、村上さん。残り15本は、監督やりたいとか、いずれやりたいと思ってるような仲間に、もう15本譲っちゃって、で、作った方がいいと。そうすると、巨大予算の代理店がついていて、原作もあるような人が作る映画に、はい、主役でございますっていう立場で出るよ。 そんなもんで年に1本とか2年に1本出るよりもですね、年に10本自分が短編映画、それコントでもいいし、一人芝居でもいいし、そんなものやってる方が絶対に勉強になるんですねで。それで年に10本映画作ったっていう経験は勉強になるんだけども、人の映画にですね、年に1本しか出なかったらそんなにね、勉強にならないんですよ。で、売りはもう、この場合のこの短編映画の売りは村上慎吾監督っていうだけなんですよ。 だからそこに特化して構わない。だから大予算かけずに短いコントが逆に超シリアスな一人芝居、モノローグだけのものにするのかと。これが小型哺乳類の生き残り方なんですね。つまり、大型の恐竜の近くにいて他に一緒に餌を漁ろうとするんではなくて、そういう大型恐竜が滅び行くところで生きていくですね、代謝率の高いですね、素早い小型の哺乳類の生き方と。 だから、大型恐竜は大予算で大ヒットを狙うんです。それに対して小型哺乳類はゼロ予算でヒットを狙わない。話題になることだけを狙う。村上信吾がまた絵が作ったとか、また今回も面白くないぞ、全然構わない。それよりは年に25本作ることだけをもう目標にして、延々作ってりゃいいよっていう話題になることだけを狙えっていう話をしました。なのでですね、あの、 ユーチューバーっていうのはですね、その時にも話したんですけど、これから草の根ユーチューバー、まあ今いるユーチューバーのことを僕は草の根ユーチューバーって言ったんですけど、ヒカキンさんみたいな人以外のほとんどは芸能人やアイドルがここから先ユーチューブの世界にどん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 入ってくることでですね、まあ食い尽くされていくであろうと。こっちの市場がどんなに割となんかやりやすいのか分かったら、すでに知名度がある人がユーチューバーになった方が、 明らかに有利なんですねなので、どん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 こっちの世界に入ってきて、もう今トップ10に入っているような YouTuber 以外の人は、まあ、だん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 食えなくなるだろうなと。だからこそ、村上さんもですね、創作動画やってる YouTuber の市場、あんまりないんですよ。YouTuber で5分とか10分の短編映画を毎年毎年10本コンスタントに作ってる人って、世界中ではある程度いるんですけど、あんまりいないですよ。 この市場をですね、多分ほとんど独占できるんですね。話題という形ではですね。で、それをですね、ハリウッド俳優は多分まだやらないからですね、今入っていくとですね、そこの市場を独り占めできる可能性高いですよっていうふうに話すと、いやー、なんか村,村上さんはですね、いやー、なんか何ぼでもやり方を思いついてきますわ、怖いっていう自分のことを怖がってるんですけど。 SF についての質問とかですね意見とかですねこれ違うよっていうのもどんどん書いてくださいあのこの岡田斗司夫ゼミっていうのは基本的にゼミが本編だとしたらですねそのディスカッションの場というのはコメント欄みたいなもんなんですね是非ともコメント欄を見てですね参加したりですね自分で質問を書いたりあと質問を見た人で答えられる人はですねちょっと答えてあげてくださいよろしくお願いします岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます是非是非チャンネル登録よろしくお願いしますではではよろしく